はい、皆さんこんにちは、浦和です、俊です。今回の動画はですね、横浜中華街で僕がイケてる姿をこうビデオでね撮っておいて、それをね、ここで解説をしながら見ていくという、浦和TV を、ね、昔から見てくださってる方にはもうおなじみの企画なんですけれども、割と好評な企画なのでまたここでやらせていただきたいと思います。で、今まさに僕がこう野原のこう枝を見てますよね。これは表裏を見てます。ただね、この枝物ってただ表を向ければいいというだけじゃなくて、そのアレンジしようというする形によって裏を見せることも時折あります。なのでこれからどんな形でねアレンジを作っていこうかなっていうのを連想して、今表裏を見定めてこれで刺していきますね。今回は向かって右に向かって刺していくみたいです。そうですね、はい。あ、でね、ちょっとここでお知らせがあります。ここにポスターが貼ってあります。今回ですね、まあここちょっと注目していただきたいのはここですね。注目しなくてもいいんですけど、今回 絵のフラワーデザインスクールは一般社団法人に、なりました。おかげさまで、皆様のおかげさまで一般社団法人になりました。そしてちょっとね、名前が変わって、結構今ね、もう海外の方が実はこのね、エヌフラワーのデザインをやってるんですね。なのでここでこのエヌフラワーデザインインターナショナルというふうに改名されました。なのでこれからはエヌフラワーデザインスクールではなくて、エヌフラワーデザインインターナショナルに改名されます。皆さんぜひお見知りおきをください。あと、そのエヌフラワーデザインスクールエヌフラワーデザインインターナショナルに変わった第1弾の課程がこちらなんですね。もうすぐです。2015年11月17日から12月20日まで、横浜山下公園氷川丸でですね、大リース展というのを行います。ちょっと待って、今ね、系統入れてます。2つの方で一緒にやってるんでちょっといろいろになっちゃうんですけど、系統入れてますね。で、この大リース展はなんかこの時期だからクリスマスリースがいっぱい飾ってあるんじゃないかと思わないがちなんですけれども、実は150点の四季折々のリースが船内を彩ります。なので見応えがすごいんです。もう所狭しとリースが船の中を飾っていきます。そしてですね、ここに今回入船料とか書いてないんですけれども、前回同様ですね、これは氷川丸の入船料のみでご覧いただくことができます。氷川丸の入船料は一般が300円、シニアの方、65歳以上のシニアの方が200円、小中高生が100円です。それ以上はかかりません。あと、このポスターにはちょっと書いてないんですけども、ちょっと裏返っちゃう、一気を言おうとして裏返ってます。ポスターには書いてないんですけれども、 A4 のチラシには書いてあるんですが、あ、今ね、ごめんなさい、オクラを入れましたね。もう宣伝ばっかりでちょっとダメですね。でもちょっと言わせてください。12月5日にですね、リース作りのワークショップが船内で行われます。これね、先着60名様限定です。なので急いでお申し込みください。お申し込み方法はこちら、こちらにメールもしくは電話ください。よろしくお願いします。素敵なリースを作っていただきます。あ、でね、参加費が入船料込み込みで3000円です。割と安く設定しました。なのでね、ぜひこの機会にこうNフラワーのね体験をしてみてください。あ、当日もちろん僕が講師の一人として入ってますので、まあ今度ね、このフラワー TV も実は1万人を超えたら、デモンストレーションもしくはこうオフ会をやっていこうということになってますので、まだ1万人までは少し時間がありますが、その前にですね、まあ、ちょっとしたこうオフ会みたいなね感じにはなると思います。あ、今、レザーリーフファンを入れてますね。なのでぜひね、どしどしご応募ください。よろしくお願いします。では本編に戻ります。今レザーリーフファンを入れました。っていうのは今ね、上に立つものがこう出来上がって、僕がこう喋りまくってる間に野原が入って、系統が入って、オクラが入りました。この時点でこのファンデーションワーク、少しこうフォームのね、
見えてるところをカバーグリーンをしています。で、今持ったのがこれセダンピンクですね。これで今度は下の部分をね、この作っていくんだと思います。で、今度のね、先ほど言った、イーステンはいいんですけれども、オフ会なんですけれども、1万人を超えたらね、オフ会をやるということで、そのオフ会はですね、ちょっとね、こう本来、1回はこのフラワー TV の中でデモンストレーションをね、フルキャスティングでデモンストレーションを行っていこうと思ったんですけれども、ちょっと待って、今ドラスラが入りましたね。なんか僕が喋り出すとこう動きますね、アレジが。フルキャスティングのデモンストレーションを行おうと思ったんですが、実際にね、希望される方がね、多ければこうリアルにね、デモンストレーションを見る機会を、ね、作ろうかと思って、そういう企画も考えてます。なのでその時にはですね、ぜひこう多くの方に集まってもらって、こうさっきも言いましたけれども、Nフラワーのねテクニックを少しでも知ってもらえたらいいなと思ってます。ただ見てるだけでも華やかで綺麗なんで、ぜひその時はご参加ください。またこのブログの中でね、ブログじゃない、この YouTube フラワー TV の中でそれは紹介していきたいと思います。今ドラセナでこうラインを作ってるんですよ。ドラセナってこう葉っぱがね、最初はこういうふうにいっぱいこう一枚の枝から出てるんですけれども、それそのままバサッとこう飾刺しちゃう場合、今持ってるのはこうです、もともとの姿ですね。で、このまま刺しちゃうこともあります。それはね、もうちょっとこうアレンジが大きかったり、もっとこう精度が低いというか、ちょっとこう何ていうんですかね、ラインをあんまり見せないで生けていく時なんかにはそのまま刺したりはしますけれども、こういうふうにラインをねきっちり見せていく場合は、このドラセナの葉っぱ一枚一枚のこの方向性っていうのが大きくアレンジメントに左右していくんですね。方向性がアレンジメントの出来栄えの良し悪しに左右していくんです。なのでちゃんとね一枚ずつ刺していくと、より完成度の高いアレンジメントができます。今こうクククって丸めてるの分かります？丸めて話してますよね。これはね、ドラスナって割とこうよれてるんですよ、最初。なのでそれをこう戻して綺麗な葉っぱの状態にして刺していきますね。刺しています。はい、ここでユリが登場です。ユリの葉っぱに関しては毎回口が酸っぱくなるのを言ってます。今回も言います。葉っぱ、不要な葉っぱは取らないとラインが出ません。結構このユリ1本だけでここまでやってきたものが台無しになってボサッとしたアレンジに変わってしまうことがありますので、ぜひ注意してくださいね。ただ取りすぎると本当にこう寂しくなりますので、適度なところでお願いします。これね、次はスプレーマムですね。スプレーマムをこう低くね、生けてます。今回こう野バラとか、系統とかね、オクラとか和風なイメージが強いので、ここでマムを登場させたようですね。でね、このアレンジの毎回撮ってるんですけど、割とこう朝早くね、逃げてるんですね。なので、今回これ今のと同じ格好か、これ同じ格好としてますね。どんだけ北切り進めなんだって話なんですけど、
なんかね、割とこう下の T シャツが出たりしてだらしない感じでいけてることが多いんですね。誰も見てないところなんで、すごくこう開放的な感じでいけてます。実際はこうやってね、動画で撮ってるんで、こんな開放的じゃいけないんでしょうけど、まあ、今回これ開放的じゃないです。実はこの程度は全然開放的じゃないです。全然おしゃれです、僕の中では。ただこの前にもね、すごいいいアレンジあるんですよ。ただね、あんまりこうだらしてないんで、それちょっとボッツになるんですよ。あ、今出来上がりましたね。出来上がりました。完成です。ぜひ皆さんも真似にしてみてください。でさっきの話、ボツにいつかかってもなりますけど、ボツにしないと出します。なのでぜひ皆さんお見逃しください。よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またリース店もぜひご来店ください。よろしくお願いします。 See you next time.